はい、どうも皆さんこんにちは、ダフトレンです。今回も、マインクラフトをやっていこうと思うんですけど、ね、朝がやってまいりました。でね、まあね、カリコ店の近くには誰一人と、姿を現すことなく、向こう岸にゾンビが湧いてたぐらいしか、まあモンスターは訂正いました。クリーパーがいました。どうしよう、あのクリーパーだけかな、まあ、とりあえず、こっち来たね。どうしようどうしようどうしよう、ちょっと待ってくれや待ってくれや、新築やね。どうしよう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 、どこ行った、待って、いやまあ爆発されてもいいけどよくないからさ、上から逃げましょう。左側におるね、おるの。この下ぐらいにおる。まあいいや、放っておこう。放っといて、今回はね、とりあえず石を集めていかないといけないと思う。なんか変な日本語喋ったけど、まあちょっとどうにかしたいな。やっつけよう。開いた。回避。全然なんか。あのね、昨日ので勝てた。じゃあ今回はね、まあ、穴を掘っていこうと思うんですけど、その穴を掘る場所をこの下に、していきたいなと思ってますと。でまあこの下を掘るにあたってちょっと、まあ、この木材で囲んでおいた方が、まあ、いいかなと思ったんで囲いましたと。で、さっき足場に使ったこれなんですけど、まあ、取ってちょっとね、空腹度が半分しかないので、まあ、それもちょっとよろしくないんですけど、まあ、とりあえずはここから掘って下に降りれるように、していこうと思います。よし。で、まあ、とりあえず、まあ、近いうちの目標は、まあ、とりあえずこのジャングルから抜けたいですね。で、まあ、ジャングルはいいねんけど、建物とか建てにくいし、移動がものすごくしにくいので、まあそれをちょっと何しようとしてたのかな、そう掘っていこうって言ってたな。なのでまあちょっとこれ取っていい、ラスにしよう。でまあね、ちょっとあんまり、ちょっと待って、俺何言ってるやつから、ちょっと頭が回ってないので、石出た、ちょっとやばいんですけど、まあ、とりあえず石を、まあ、かまどの分と、まあ、ツルハシとかを作っていく分だけ、集めてしまおうと思います。よし、この辺もとりあえず松明がないので、まあ、この地下にスペース作ってしまうと湧き潰しができなくて、ちょっと家離れたうちに分かれて下に入った瞬間ドーンとかも嫌やので、できるだけこう広い空間を作っておいておきます。やっぱ木のツル橋は遅いな。木のツールはもうね、まあ、ある程度最初のうちに使い終わったら燃料になるだけなんですけど、よいしょ、とりあえず13個か、かまどを作ろう。かまどドトピックで、ツルハシですね。空洞化する、ツルハシと、あと剣も作っておこう。イージーとはいえ一応モブがおるので、で、まあ燃料として入れといて、よし。で今ここから掘っていきたいんですけど、どうしようここはいいや、はい、なら、あの引きこもりは良くないね。とりあえず食料を手に入れなあかんねんけど、どうしよう。とりあえずかまどとかの問題は解決したので、でまあ燃料も一応あるので、あとは焼くものが欲しいよね。焼くもの、とりあえずじゃあ牛を探そうと思います。間違えた。
勝ち目に食料、まあイージーなの でこのカカオ豆もあるけど、カカオ豆を食べるにも小麦がないとクッキーが作れないのでないんですよ。であれあれイカしかいない、イカしかいないの、何も動物の声がしえませんね。ガチメイン何もおらんくない、またこんなよ。とりあえずこっちにずんずん進んでいこう。ガチメイン何もおらんくない、猫もおらんし動物の気配はしない。こんなにおらんことってある？ジャングルって普通あれじゃない、牛とかがそのジャングルの葉っぱに埋まってるもんじゃない。あ、ニワトリの声どこや、声この上、こっちですね。え、どこ、こんなか。あー、おー、何やってんのお前ら、火の中で。メッシになってください。ごめんなさい。とりあえず生肉、まだおるね。ほら、何？でもこんだけしかおらんくね？食料。困ったな。羊の声とかもしないしね。で、ちょっとこっち行ってみよう。あと、家に帰れる自信は、ないです。というかもう本当に生きて家に帰れるとは思ってないけど、まあそんなにまだ離れてないでしょ、多分こっちでしょ、こっちか、まだ多分いける。お、今鳥がいる。あ、お食料問題解決しました。はい、スイカゲット。それはここで待って、結構嬉しい。スイカが序盤に手に入ったらだいぶと楽じゃないとか言ってたらもう俺やばい、体力なさすぎる。まあ、とりあえず多くの木から出たリンゴでも食べて、よし、スイカを持って帰ろう。スイカはマジでいいよいいよ。こんなもんかな、お前もこのもんかな。よっしゃ、もう帰ろ家帰ろ、多分こっちやんな。でもあれやな、羊とかもこのバージョンから食えるようになっているので、まあ、羊もちょっと食べたいんですけど、まあしゃあないか。あのスイカが手に入っただけで大収穫っしょ。どこ、こっちやんな多分。あ、海が見えるからこの辺いた。どこ、これこの後通った、こっちか、じゃああの辺、うん、どこここ、えあれ、溶岩の音するし、家どこ、なんかこういう崖を見たことがある気がする。え、どこ、あれ、違う、あれ、どこあれ、うん、もっと高、あったあった、あっせ、もっと高い目印を立てておかな。このジャングルの中やったらほんまにわからんくなるな。でも言うたら何よるっしょ。でもとりあえずスイカを持って帰ることを優先したい。スイカはまた食べる前にちょっと植えて、あ、リンゴやった、植えて、え、まあ食料にしたいと思うんで、次回は畑を作ろうと思います。はい、ということで今回の収穫、スイカを手に入れた内容薄すぎやけど、まあ26個あるので、まあ結構植えて、であとあれか、苗木を入れて、カシワを、カシワじゃない、鶏の肉を、焼いていこう
意外と燃料になるんですよね。苗木やったら多分こんなにジャングルやったら結構手に入ると思うんで、まあ石炭とかが手に入るまでは、ね、苗木とかこの辺の木材とかに頼っていこうというか、木炭作ったいう話なんで、ね、かまどが手に入ったからな。まあまあまあそういうことでやっていこうと思います。ということで、今回はまあちょっととてつもなく内容が薄い、まあ柏じゃない、鶏の肉と、スイカを手に入れただけの動画でしたが、まあ見てくださってありがとうございました。ということで、次回は、畑を作って、まあ、食料を安定させるところに入りたいなと思います。で、まあ、食料とか、まあまあ、鉄の、まあ、ツールができるぐらいになったら、まあ、ちょっと遠出をしてね、まあ、ジャングルを抜けて、村とかなんかそういうものを探していけたらなと思います。ということで、焼き終わった。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。